おはようございます。2024年11月3日日曜日の朝です。今日の体重は 65.35 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は曇りでございますね。そしてすっごい寒い。もうね、11月ですしね。はい、そんなわけで今日はとりあえずそんなにいろいろ予定はないんですけども、やることはあるので順番にやっていこうと思いますよ。まずは朝飲みます。今1時くらいです。なんかね、また今日もずっといろいろやってたんですけれども、今日これからね、私また朝ごはん食べてなくて、朝昼兼用じゃないけど、これからちょっと外でねご飯食べようかなと思いますよ。行ってきます。今日は気になってたお店カッチャに行きました。いろんな方からもねおすすめされてて、それで気にはなってたんですけど、なかなか来てなくて、今日私がねちょっとねピザ食べたいくなっちゃったんですよね。なのでね、ここピザあるからね来てみましたよ。行ってみます。これ石窯に絵が入ってある、かわいい。窓側の席に案内されました。素敵。まずはセットのお豆のスープとミニサラダを食べます。今日のお昼ご飯で、今日はモンテビアンコにしました。美味しそうでございますよ。食べます。旦那さんはジャガイモカレーにしました。美味しそう。カチャはジェラートも有名みたいですよ。今日はね、お腹いっぱいだけど今度来ます。エリコロの動画、ごちそうさまでした。ちょっとねお庭の方見させてもらうのに入ってきてみましたよ。なんかすごい素敵ですね。あ、なんかガーデンになってる。かわいいかぼちゃがいっぱいです。わー、なにこれかわいい。裏にポニーがいますよって言ってたのでね、ちょっと見に来てみましたよ。わ、かわいい、いたいた、かわいい。あ、気づいた。おいでおいでおいで。あら、車、おいでおいで。ゆっくりだね、おいで。かわいい。そばにいるの。来たよ。こっちはどったの。これ食べる。ハムハム食べるの。おー、かわいい。何かわいいね。え、かわいいの。すごいかわいいね。めめかわいいし、ふわふわだし。あ、なんか食べたいの。かわいいね。じゃあちょっとだけこの緑のものを少しあげます。この辺のもあげます。この辺のもあげます。おいしいでしょうか。来ましたよ。わ、すっごい天気、青空、気持ちいいね。いいね、いいね。じゃあ中入ります。エリコロの動画、今日の夜ご飯です。今日はサラサラっと鮭茶漬けにしました。鮭は本物、一応皮は皮せんべいにしてのっけております。あとは白菜と長ネギのごま油あえで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりましたということでございまして、今日もですね、朝ごはんを食べずにですね、いろいろやっておりましたけれども、それでね、なんかお昼になってお腹ペコペコになって、で私ね、なんかね、何日間か前くらいからなんかね、美味しいピザ食べたいってずっと思ってて、
で、なんかどっかなんか石窯っぽいところね、なんか食べたいなっていうのは思ってたんですよね。それで今日なんかせっかくね、連休で、あんまりうちは連休とかね、関係、休みとか関係なく日々生活してるんですけれども、ちょっとどっかたまに行くかっていうことになりましてですね、それでずっと気になってて、結構ね、いろんな人からもおすすめされてたんですけれども、カチャっていうね、どこ行ってきました。一応住所的には千歳になるのかな、長沼になるのかな、なんかね、その近くっちゃ近くだけど、隣の隣町くらいの隣町みたいな感じのところにあるところで、それでなんかね、それこそ本当石窯があったりとかして、景色も良くてね、素敵なところなんですけれども、行ってね、食べたらね、すっごい美味しかったです。でね、マルゲリータ食べるかすっごい悩んで、結構メニュー何種類かピザもあったんですけれども、どうしようかなって、なんかでも今日ね、ちょっとなんちゅうの、ホワイトソース的なね、雰囲気のやつが食べたくなっちゃったので、今日ね、なんとかっていうやつを食べました。なんだっけ、忘れちゃった。そう、食べました。でもすっごい美味しかったです。本当にね。石窯のね、ピザみたいなやつ、なんか本格的な感じのって、なんかね、生地とかもね、ほんと美味しくてね、よかったですよ。はい、そんな感じで、そしたら帰りに、お店の人にね、裏にポニーがいるよって言ってて、で、と思って、行ってみたらね、いたね、可愛かった。ね、で、一匹の子はね、なんかずっと遠くで眠そうにしてね、目ね、もう閉じたり開けたり、閉じたり開けたりしてね、多分眠かったんでしょうね。ふわーっとしてて。でも一匹の子はね、なんかすぐそばにいて、それで、よしよしさせてくれてね、すっごい可愛かった。もうめめが可愛くてね、はい、そんな感じで癒しの一日となりました。はい、そんな感じでしたね。あとはもう本当に帰ってきてちょっとのんびりして、であっという間にもう一日終わっちゃったって感じで、今日もね、終わってしまいましたけれどもね。はい、でももうなんかすっごい外寒くて、もう本当、もうどんどん冬が近づいてきてるなって感じもしておりますね。はい、そんな感じでした。あと特に今日ね、これといってすごいなんかやったとかもなかったし、昨日ね、何言い忘れてるのかなと思ったけどね、全然それがね、思い出せないまんま今日まで来て、時々私昨日何言い忘れたんだろう、言いたかったのを忘れちゃったんだろうと思ったけど、もやもやしながら今日になったけど、全然今日もね、なんか言わなきゃいけなかったことがあったはずなのに、もやもやしたまんま今日も一日が終わっちゃった感じでございますけれども、なんかね、多分そのうち思い出すと思いますので、思い出したらまたね、お話ししたいと思っておりますよ。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日、おしましょう。またねー。